台湾ハブは、ハ虫古有林木蛇や目鎖蛇カハブ属に分類される蛇、有毒。台湾及び中国南部、インドシナ半島北部に生息する。また、人によって持ち込まれた個体が沖縄本島にも分布を広げている。全長は80から130センチメートル。ハブに比べると小型で、やや白っぽい肺荷色に黒い模様が、規則正しく並んでおり、 先島ハブによく似るが、体型は細く、その点ではハブに似る。頭は細長い三角形。本種の毒は強く、ハブよりも強いと言われる。顔が細長く、通常のハブ類よりも長い牙を収納できるため、牙が長い。そのため、身体のより深部に毒を打ち込むことができるので、噛まれた時の症状は深刻である。ただし、毒の量はあまり多くないため、 死者は稀である。性質もハブほど攻撃的ではない。基本的にハブや先島ハブに似る。平地から山地の森林、草原、水辺、農地に住む。樹上性で地表に降り入ることもあるが、原産地では百歩田などの他の鎖ヘビ類も多いため、他のハブに比べて樹上での活動が多い。夜行性。植生は、 動物食でネズミ等の小型哺乳類、小鳥などの鳥類、トカゲカエルを食べる。もともとはマングースとの血統症やハブ主要のハブの代用品として日本国内に輸入されていた。1990年代に名護市で初めて帰化個体が発見されて以来周辺地域への分布域拡大が確認されている。これは外国産の毒蛇が初めて日本国内に帰化。 定着した例である。また、その個体数も年々増加傾向にあり、実際に本種に噛まれる事故も発生している。この沖縄本島への帰化定着により、以下のいくつかの問題が懸念されている。ちなみに、交雑個体及び、本種の毒に対しては既存のハブコ毒素が効くことが確認されており、もし噛まれても治療には特に問題はないと考えられている。ただ、 ハブトの雑種に噛まれた場合、より多くの結成が必要となる。今後さらに分布域が拡大すれば交渉被害が増えることが懸念される。沖縄本島では一刻も早い駆除が望まれている。ありがとうございます。